タートしました。ローレル・ゲレイロ好スタートを見せました。ローレル・ゲレイロ押して出ていきます。 400m 通過、金車との馬群の中第4コーナーをカーブ、内をついているのは3番トレノジュビリー、直線コースに向かいました。ローレル・ゲレイロ、ローレル・ゲレイロ、BB ガルダン追い込んでくる、BB ガルダン追い込んでくる、外からはファンダルフォン、200m 通過した、最内は2番のアルティノフーレ、高を上がる、さあ逃げる逃げる、ローレル・ゲレイロ、そして BB ガルダンが取られた、BB ガルダン、ローレル・ゲレイロ、BB ガルダン、ローレル・ゲレイロ、BB ガルダン、並んだゴール並んで入りました !13 番逃げたローレル・ゲレイロ打ち、外9番 BB ガルダン、ウエナビスタ、現在中段から幾分後方寄りです。さらに外マクリオンにジェルミナル上がってまいりました。残り400を通過、第4コーナーから直線コースへ向かいました。さあ先頭ですがビーバボドカ迷っていますが、間からクーデグレイス、間からクーデグレイス、レッドデザイア、レッドデザイア、ブエナビスタ、さらに外をついてデリキッドピース、ジェルミナル、デリキッドピース、ジェルミナル、さあ抜け出しているのはレッドデザイア、しかし外からブエナビスタ、ブエナビスタ、レッドデザイア、レッドデザイア、ブエナビスタ、2頭なったんで通り激戦です。先に抜け出したレッドディザイアに外からブエナビスタ、最後2頭並んでいます。オークス同様大接戦。リートップ以前おしまいから3番手直線に向かいました。逃げる逃げる、リーチサクラン、リーチサクラン先頭で1馬身のリード、山にミスカート、2頭の間からスリーロールスが追ってきた。さあスリーロールスが2番手からリーチサクランを追っている。その後ポケットダブル、シェンバルト、1番外から1000万打追い込んでくるが、逃げる逃げるリーチサクラン、そしてババの真ん中スリーロールス、スリーロールス、ポケットダブルが迫って1000万打、リーチサクラン4番手、スリーロールス、ポケットダブル、スリーロールスがゴール、ポケットダブルと並んでいます。2頭並びました、スリーロールス、ポゲッタブル、この2頭並びました。勝ち時計は3分3秒後、さあ外マスリレゴッホ、内はエイシンディティ、間キャプテンツーで3頭並んでいる。さらに外に持ち出して追い込んでくるのはヤマリンキングリー、さらに大外からは桜メガワンダー、そして間からスクリーンヒーローが追ってくる。スクリーンヒーロー、ウォッカは内を狙って今5、6番手の視線に上がってきた。さあ出るところを狙っている。さあ先頭はカンパニー、先頭に変わるか、カンパニー先頭か、外から内をついてウォッカだ、内をついてウォッカ、カンパニー、ウォッカ、間はスクリーンヒーロー、さあこの3頭の争いになった。先頭は3番のカンパニーだ、カンパニーゴールイン、カンパニーです、カンパニー8歳にして初めての G1 制覇、カンパニーやりました、カンパニーが制しました。8歳はカンパニーが悲願の G1 制覇です。クイーンズマンテ先頭、クイーンズマンテ先頭、そして TM プリキュア、 TM プリキュア、ウエナビスタ、ウエナビスタ、ようやく単独3番手に上がってきた。そしてリトルアマポーレも上がってくる。さあ前の争いですが、クイーンズマンテ、クイーンズマンテ、もう再び2馬身とリードを取った。2番手の位置ですが、 TM プリキュア、ウエナビスタ、ようやく3番手に上がって、さあ前にどれだけ迫れるか。先頭はクイーンズマンテ、振り切ってゴールイン、なんとクイーンスプマンテ、なんとクイーンスプマンテ、田中宏康初 G1 制覇、なんとなんと5歳馬クイーンスプマンテ驚きました。鈴鹿コースウェイ、サンカルロ動いて第4コーナーから直線逃げます。マイネルパルケ、マイネルパルケ、外に出したキャプテンテューレ、キャプテンテューレ追ってきた、キャプテンテューレ、白馬の間から光る大空、内を狙ってカンパニー追い込んで、今4番手の一戦、その後はサプレーザー追い込んでくるが、粘る粘るマイネルパルケ、マイネルパルケ、馬場の真ん中決めながらキャプテンテューレ、これらの間から突き抜けるカンパニー、さらにサプレーザーも追い込んでくるが、カンパニー完全に抜けた、カンパニー先頭でゴール、2番手3頭、マイネルパルケ、サプレザ、大外キャプテンテューレ、雨をものともせず突き抜けたカンパニー、最高のラストを飾りました。